スクナの黒線無双がヤバすぎる。に関する反応。スクナどんだけ黒線出すんだよ。スクナ無双かやん。スクナが4回黒線当てても板取りの黒線でまたピンチになるのか？すっくん情けなさすぎる。黒線に愛されし男スクナ。すっくん楽しそうだな。柵で抑えてるのに避けてるスクナも意味わからんけどゼロ距離で。先決撃ったのに上空から撃ったみたいな軌道になってんのも、意味わからん何これ。この戦いの競争の活躍度イノタクイ仮説。スクナ早すぎやろ。これでよく巻きは死なないよな。黒線とかいうスクナでも誰も倒せないゴミ。黒線って狙って出せないんじゃないの？ってみんなが騒ぐからまた後付けし始めちゃったね。もう何でもあり。スクナの斬撃浴びて黒線2回受けても立ってられるフィジカルギフテッドとかいう化け物。要は黒線は超強者でも運次第だけど、この土壇場で出せるスクナ様かっけーじゃねえかこれ。呪いの王なのに黒線とか恥ずかしくないんか？黒線も威力よりも出力回復がメインみたいな使われ方だな。メガハートのスクナはちょっとおもろくてくさ。スクナに愛を教えるのはラルーでした。スクナ戦畳きあんのかな。終わる気がしねえんだが。スクナの黒線が効かないのに板取りの黒線が効いたらマジでギャグだな。また魂云々で大ダメージにするのか。黒線のバーゲンセールだなこれ。もう逆に黒線出さないやつのがすごいレアなレベルだろ。てかいつスクナは本気出すんだよ。ラッキーパンチ連打とかいらんやろ。普通に概念系聞くスックン勝ち目しかなくてくさ。スックンの黒線をまともに受けて生き残るフィジカル、スックンに愛を教えるメンタル、もう現代最強術師だろ。やっと終わりが見えてきたんですね。たどり覚醒からのスックン撃破きたなこれ。なんやかんや主人公に活躍の兆しが見えると嬉しい。今回の展開は次回どうなるかで評価が分かれる。たどり覚醒かスックンニヤニヤか。すげえな今週黒線しかしてねえぞ。スクナが黒線しまくっても味方死なないんだから板取りごときの黒線じゃそりゃ大したダメージでないわな。デバフがどれだけ入るかか。それにしてもやっと板取りとお兄ちゃんの共闘見られてよかった。戦いが終わったらお兄ちゃんあのまま冷たくなってそうだけど。やっぱり主人公の板取りが活躍すると面白くなるね。どうせ板取りの黒線も効きませんってオチだろ。しかし板取りは絶対触られたらあかん相手に組みつくの好きねアホなんかな。普通に高場やラルーの方が有能だな。結局、スクナは反転術式をそれほど使えてないままか。黒線ゴリ押しで完結しそうな勢いになってきたな。まだ風がも入れ替わった板取りが掴んだ技も残されてるから、まだまだ戦いは続くぞ。次回板取り覚醒、スクナ認めて風が解禁で決着するとかなら王道になるんじゃないか。ドッキン、ドッキンにメハートはマジでギャグすぎる。スクナ体張りすぎだろ。呪いの王もしかしてホモ？ついにイタドリ首相の秘密と賢弱の気色悪いことが明かされるのか。スポーツ選手みたいにウォーミングアップでみんな壁殴り黒線決めてから戦場行けよ。湿度気温壁の素材まで調整すれば再現性上がるだろ。イタドリがここで黒線したところで五条の黒線でも一瞬白目になっただけだったからどうせ聞いてないよな。ハートキャッチと五条が共闘したら勝てたんじゃね。スクナさんも物理的にハートキャッチしたことなら山ほどありそう。スクナからしたら板取りの打撃全部が厄介だから黒線ならすごいことになるはず。スクナへのご都合がなければ。まあ板取りは殴るだけでデバフつけられるからそれも 2.5 条になったらもうとんでもないで。さらにラグひどくなるんだからスックンもコントローラー投げるんちゃうか？乙骨だけ復活してこないのなんて？乙骨はスクナが領域展開やら風がやらでしてきて、覚醒板取りピンチの時に来るやろ。五条先生の遺体回収とかもあるから色々コピーしてきそう。スックン、ついに本気出す展開来るか。裏梅とはかりは最後までこのまま乳繰り合ってるだけだな。五条に黒線は狙って出せない、運だって言わせるの意味あんの？黒線連発してる板取りスクナが運がいいだけって言いたいのか？この二人に五条が劣るって言いたいのか？狙って出せるただ二人の術師、みたいな。火車の処刑剣の時にラルーがハニトラで気をそらせば勝ってたな。スクナは愛を知り、姉ちゃんの死でやる気なくしてた伏黒もラルーに新たな声をして覚醒する。高場と並ぶ MVP じゃんラルー。裏梅に今のスクナを見せてもやっぱり本気じゃない鑑定なのかね。主人公がデバフタンカーの役回りから、やっと主人公しだしたなって印象。赤血槍術も不完全とはいえ使えるのが確定したし。逃げるはもう逃げること考えてるしなこいつ何しに来たんだ。風河は板取りの聖徳術式というクソアツ展開来るぞ。
それにしても主人公が黒線一本でここまでやってきたのひでえな。もうちょっと技増やしてやれよ。黒線はもう何のありがたみも特別感もないから、黒線を超えた黒線白線とか出てきそう。一ヶ月も準備期間があったのに、ミゲルたちの術式の情報を光線側が把握してないのはアホすぎる。乙骨お前だよ。なんでほうれん草できないのこの人たち。黒線発動は難しい言われてる割に威力しょぼすぎるんよな。魂に直接ダメージいくからマストや今回みたいな受肉してる宿儺には特効になるんじゃね。イタドリに勝たせるのとか普通すぎて面白くないな、とか作者が考えてなければいいが。イタドリがゴムゴムの黒線ガトリングでオラオラしそう。黒線できるならもっと前からやっとけとも思ったけど、もしかして伏黒にもういいんだって拒否されてまだだと諦めない不屈の燃え上がる精神で覚醒を呼び起こしたのか。宿儺は苦し気絶させたペナルティで敵を殺せなくなってるとかない？草壁も殺せてないしどうなってんだ。いやでも五条は確実に死んでるだろ。イノタクは普通に死んでそうだな。パパグロに殴られただけで気絶してるイノタクが宿儺パンチと買い食らって立ち上がれるわけねえ。イノタクは言うの準備してるから待て、見た者は生きていられないから味方が全滅するまでな。お前ら犬巻も忘れるな。使い捨てならそろそろ相打ち覚悟のでかい呪言来るはず。めいめい何してんの？海外に逃げた？乙骨は真っ二つにされたっぽいからとりあえず繋がないといけないんだろ。五条だって誰かがくっつけに来てればあんな諦めのいい男にはならなかったはず。正直宿儺の黒線ゴミすぎる。イタドリのなんかダメージゼロちゃう？ラルーにメス落ちするすっくん見たら裏梅の脳破壊されそう。もう最終章だしミゲルも強さとかキャラとか書き切るのかなって思ってたけどここで離脱するんだな。ミゲル、読者に結構期待されてたキャラなのにすごすご帰ろうとしててくさ、さすが期待を裏切ることには定評がある作者だわ。イタドリ競争闘道の共闘見たかった。イタドリがここまで赤血使えてるなら赤輪躍動も合いそうだし使えるといいな、顔面渋滞しそうだけど。すっくんが黒線食らって引きだから、次回はすっくん無双会だな。偽ゲトウみたいに宿儺をイタドリじゃなくカッパあたりが倒したらめちゃくちゃ荒れる。今回見て思ったけど宿儺の弱体ほんとやばいな。五条と戦ってる時の10分の1ぐらいしかないんじゃね。これ全火力で戦えるすっくんならみんな一瞬でやられてるだろうね。宿儺は渋谷の火山やマコラ戦、死滅海流の石氷瞬殺やよろずをと草の実で殺した15本の時が一番最強感あったわ。裏梅がパチンコ行ってる間にすっくんがお釜に寝取られる。これ裏梅だけじゃなくよろずもぶち切れ案件だろ。宿儺の方は、連戦しまくってるけど宿儺より下とはいえ、賢弱相手にほぼ一人で戦った高場すごいね。宿儺に愛を教えたのがニップレスのお釜ってマジかよ。イタドリが黒線決めて勝てそうムードだけど、上層とラルーがもう戦えそうにないからそこは気になる。ミゲルはラルーに感化されて参戦しそうだけどもう一人ぐらい追加で欲しいな。ドジッコムーブかました乙骨かなんか白目向いて余裕そうな草壁どっちか出てこい。黒線した宿儺が圧勝して終わると思ってたから今週良かったわ。